ははいこんにちはパソケンです以前の動画で Windows 11バージョン 24H2 の不具合について紹介しましたが新たに別の不具合も報告されているので今回この動画ではその不具合内容と 23H2 へ戻す手順についてご紹介していきます新しく見つかった不具合としてはまず1つ目にネットワークアダプターに不具合が発生して通信速度が遅くなる場合や ネットに接続できなくなくる問題2つ目はウエスタンデジタル製など特定のストレージを搭載しているパソコンで定期的にブルースクリーンが発生するようになる不具合3つ目にディスククリーンアップの Windows アップデートクリーンアップ項目に削除できない 8.63GB のデータができてしまう不具合4つ目にシステムファイルをスキャンして 破損したファイルを修復してくれるコマンドを実行すると毎回破損したファイルが検出されてしまう不具合パソコンの環境によって 24h2 に更新した後に正常に動作することもあれば今挙げた不具合やその他の細かな不具合が発生することもありますこれらの不具合は基本的に 23h2 に戻すことで解消されているものが多いですもし 24h2 に更新してから 10日以内でなおかつ戻すために必要なデータを消していない場合であればインストールしたアプリや保存したファイルを残したまま2312に戻すことができますまず2312へ戻す前に戻す作業中の処理に失敗してデータが消えてしまうことも考慮して大事なデータはバックアップしておきましょうデータのバックアップが終わって戻す準備ができたらまずスタートから設定を開きます 設定画面を開いたら左側メニューからシステムを選択します次に画面右側の回復項目をクリックしますそしてこの画面の復元項目右側にある「戻す」をクリックします以前のビルドに「戻す」の画面が出るので右下の「次へ」をクリックします次に「アップデートをチェックしますか」の画面になるので「行わない」をクリックします 次にバージョンを戻す際の注意事項が表示されるので内容を確認して右下の次へをクリックします。ロックアウトされないようにご注意くださいの画面になるので右下の次へをクリックします。そしてこの画面で以前のビルドに戻すをクリックするとすぐに処理が開始します。このまま処理を開始してもよければクリックしてください。 あとは処理が終わるまでしばらく待ちまます。また処理時間についてはパソコンのスペックにもよりますがだいたい1時間ぐらいで終わりますすべての処理が完了してログイン画面が出ればこれで作業完了となります続いては 24H2 に更新した後にパソコンが正常に起動しなくなった場合の 23H2 に戻す手順を説明します 電源ボタンを押してもパソコンが正常に起動しない場合は回復画面か自動修復処理が始まりますまず回復画面になった場合は詳しい修復オプションを表示するをクリックします自動修復処理になった場合はしばらくするとオプションの選択画面に切り替わります今説明した回復か自動修復の処理にならない場合はパソコンがシャットダウンした状態から 次の手順を2回連続で行ってくださいシャットダウンした状態から電源ボタンを押しますそしてメーカーロゴが出たらすぐに電源ボタンを長押しして強制シャットダウンしますメーカーロゴの画面で電源ボタン長押しの強制シャットダウンを2回連続で行うと自動修復の処理が始まります自動修復処理が終わるとオプションの選択画面になります この画面になったらまずトラブルシューティングをクリックします次に詳細オプションをクリックします次に更新プログラムのアンインストールをクリックします次に最新の機能更新プログラムをアンインストールするをクリックします機能更新プログラムをアンインストールするかの確認画面になるので 機能更新プログラムをアンインストールするをクリックします。クリックすると処理が開始するので処理が完了してログイン画面が表示されるまでしばらく待ちます。処理が完了してログイン画面が出ればこれで 23h2 へ戻ります。以上が 24h2 で新たに見つかった不具合と 23h2 へ戻す手順となります。この動画を見ていただいて参考になった方は いいねボタンチャンネル登録をお願いします。